これは僕が中学の時の話なんですけど、学校の近くに潰れた病院があったんですね。僕の友達がその廃病棟にみんなで肝試しに行こうと言い出しまして、僕は楽しそうだったんでみんなで行こうと賛成して、学校の部活帰り、友達と、まあ、5人くらいですかね、みんなでその病院に行ったんですよ。その病院が3階建てになってまして、壁にそこら中に落書きがあったりゴミ袋があったり、かなり汚いところだったんですね。正面玄関が開いてたんで、玄関から入っていくと、中が室内のにもかかわらず落ち葉がそこら中にあって、本当に誰も掃除してないようなところだったんですよ。ただ1階は普通の病院で、まあ受付があったり診察室があったり、普通の病院だったんですよ。ただ2階に行くと檻みたいなのがあって、檻の中にトイレがあって、まあ刑務所みたいなところだったんですよ。でこの病院何かおかしいってなって、携帯で調べたらその病院が精神科の病院だったんですね。で僕たちは怖くなったんですけど、リーダーみたいなやつがいて、そいつが怖いけど3階までは行ってみようって言って、まあ僕たちは泣く泣く3階までは行くことにしたんですけど、3階は普通に病院の職員が使ってるような部屋だったんですよ。で3階を歩いてるといきなりバンって音が鳴りまして、僕たちはもう耐えきれずにその病院から外に出たんですね。でみんな、あれは何の音だったんだ、どういうことだって気が動転して、でみんなちょっと震えてたんですよ。で僕がパッと3階を見ると、赤い服を着た女の子が笑って手振ってたんですよ。っていう、お話ですね。これは本当に、僕が体験した、怖い話になっております。